はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。バージェストマ、オパビニアです。さあ、本日なんですが、診断でですね、ルンペルトイフェルっていうね、この史上最強トラップカードがね、実装されまして、これ今日使っていきたいんですけども、まあ、このカード、まあ、多分有名なんで結構ご存知の方も多いかなと思うんですが、よくラビリンスとかに入ってるカードですね。モンスターカード名を一つ宣言して、お互いに宣言されたモンスターと元々のカード名が同じモンスターを墓地以外から特殊化できないということで、まあ、エクストラデッキとかメインデッキとかのモンスターをそう宣言してあげれば、まあ、かなり相手の展開が阻害でされると。まあ、例えば、なんか、トガ姫って言えば結構展開ね、縛られたり、まあ、ウーサ出されたくなかったらウーサって言ったりしてもいいし、アクセスコードとかあったらアクセスって言ってもいいし、なんか他にもなんかいろいろあるんじゃん、ガールドニックスとかさ、なんかいろいろ宣言できるわけですよ。ファントムビュベルとか。でも本当にね、多種多様なモンスターを宣言して出させないっていう動きができるんでめっちゃ強いというところと、あと墓地からね、このカードを除外してると、宣言したモンスターと元々のカード名が同じモンスターのフィードで発動速攻が発動できないということで、まあ、一応後手からね、これ墓地に落ちても、まあ、芝刈りとかメイステリとかで落として、発動すれば一応相手のモンスター効果実質無効になるということで、まあ、結構強いんですよね、このカードの効果が。まあ、どっちかしか使えないんですけどね。で、これを使うために今日はデッキを組んできましたというところで、まあ、何に入れてもいいんですよ。正直ラビレンスに入れるのが一番強いかなと思うんですけども、まあ、ラビレンスに入れた構築って多分世の中に転がりすぎてると思うんですよね。正直全遊戯王 YouTuber がラビレンスに入れると言われてるんで、まあ、逆張り系実況者リュウさんは、バージストマデッキにぶち込んできました。はい、バージストマもね、墓地肥やすギミックと非常に相性が良くて、まあ、名推理とか、それからまあ、ハリムシの巣窟とか、あと、まあ、デビルコメディアンとか、こういう、あと、この王の棺とかね、こういう系のカードとかと結構相性が良くて、まあ、今回はね、一回ね、バージェスマデッキ、藁のみデッキで、組んだんですけど、藁のみで組むよりも、まあ、魔法トラップ、モンスターちゃんと入れると、まあ、3倍くらい強くなるんで、3倍くらい強くなるんで、それで組んできましたっていう感じですね。で、ルンペルトイフェルの使い方は、普通にシンプルに、トラップトラック、でセットしてくるか、まあ、または、墓地に落として墓地から除外するか、まあ、または、まあ、ひたすらにこの辺のカードで墓地壊したら、トランザクションオールバックでコピーするかみたいな、まあ、いろんな使い方ができて、まあ、非常に優秀なんで、早速ね、ご覧いただければなと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。真っ赤で草ってことだ。どうも、逆張り系実況者です。ルンペルトイフェルとかいう最強カードが実装されましたので、使っていきたいと思っていますが、どうせ全、遊戯王系 YouTuber が、ラビレンスに入れてどうやると思うので、逆張り実況者ことリュウさんは、バージェストマという、全然違うトラップデッキにぶち込んできましたので、こちら使って、デュエルしていこうと思っております。一回ね、わらのみデッキっていうバージェストマ作ってね、その時にね、結構このデッキ面白いと思ったんだよね。なのでちょっとこすっていこうと思ってます。はい、ロルバーこれあれですね、何でしたっけ、ルンペルトイフェルロルバー、これ1-4-1にルンペルトイフェル打つと、ま、あまりにもギャンブルすぎるなこれ。あ、デモンロータス、はい、デモンロータスは、まあ、なるほどですね、デモンロータスは OK。 ここにいきなりエクセルっていうな、あれもあるんだけどね。ちなみにルンペルトイフェル、これは、リリースして、効果って言われてからルンペルトイフェルを打ってしまえば OK だと思うので、はい、サクリファイスデモンロータス君の効果リリースして、発動してイベルが出てくるという効果、まあ、一応スピリットオブイベル出てくるとちょっとアドバンテージが稼がれすぎる気がするんで、スピリットオブイベルと言いまして、スピリットオブ、はい、スピリットオブイベル君は出さないでください。出てくるのであれば、ユベルにしてください。ただの彼はアドバンテージを稼ぎすぎるため拒否します。トラップカードにチェーンして自分の墓地からバージストマカナディアを特殊化。ユベルは打点ゼロだから多分カナディア抜かれないと思うんだよな。うわ、増殖する字ダリ、増殖する字ダリ、マジか。デビコメ打つか。じゃあ墓地除外するの結構大事だと思うからデビコメ打つわ。まあ最悪ね、外れても大丈夫なんで、外れても大丈夫なんで、自分の、デッキから墓地壊せるんで一応。さあ、とりあえず、ちなみに一応ね、ロルバでルンペルコピーするみたいな動きもできるんで、おい、おい、まあ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 、まあ、当たんなかったけど、まあ言うて悪くねえな、悪くねえ、迷い風もある、
であとはエクスタデッキからモンスター特殊が出てきたティラノサイダーをぶっ込んで、ほんでまあ、レアンクイリはあんま関係ないな。ですよ、そうだね、スピリットオブイベル、これ墓地のカード除外する効果はどっちかしか使えないけど、あれですね、最悪ロールバルコピーすればいいという話ありますんで、まあ結構強いですねこれ。はい、一旦一度いずれか一つしか使用できないとかいう効果を普通に、てかあれだよなこれ、あーロータスめっちゃ出てくんな、ロータスめっちゃ出てくるのはいいわ。リンクか、ロータスではバージェストは取っ払金か。ちなみにバージェストのモンスターは全員モンスター効果くないんで、まあ結構それに関しては強いです、ね、はい。1200打点も余裕で突破されますけど、あデスキャね、デスキャ、迷いかつ効果、自分の墓地からワンモンスターが特殊化されると、自分の墓地から、セットできますよ。はい、というわけで何蘇生するんだろう、これ蘇生する対象がユベルか、ユベル結構どうでもよくない、ユベル蘇生してるのはまあ別にいいんじゃないこれ、そんなに困んない気がするから、これちょっとスルーするか、山とか出てきたら止めちゃえばいいから、山まで待つわ。でスプリットオブイベル捨てる、ユベル出てくる、スプリットオブイベルは出せないからね、スプリットオブイベル出せないんで、はい、残念ながら残念ながら出せないんで、はい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 、まあこれファントムもどうでもいいですわ、ファントムも結構どうでもいい、ファントムも結構どうでもいいです、大丈夫です、モンスター効果言うてそんな使わないから、ね、今のところはトラップカードの効果でビートしていくんで、リンク値は、一応4稼いでるけど、これ悪魔族しか出せないんで、エンドフェーズ、おっとバージストマモンスターを突破することができないんじゃないか、相手バージストマモンスター突破することできないもんだあるね、これね、相手ね、リベルの効果で 何かをリリースしなければならないと、デスキかなんかリリースするのかな、モンスター効果使わないからあんま関係ない気がするけど、これねモンスター効果、ああ、ロータスか、オッケー、モンスター効果を使わないのでユベルはそんなに刺さりませんという話が何回も言ってるけどありまして、であるならばどうすっかな、うーん、迷い風打って向こうにして、ティタノサイダーでいいか、ティタノサイダー打って向こうにして、チェーンして出してきて、ティタノサイダー打つ、あ、やべ、対象取んね、あ、エクストラデッキから出てきて、え、あれエクストラデッキから出てきた重さじゃないのこれ、あれなんかティタノサイダーなんで対象取んねんのこれ、あ、わかった、攻撃力ゼロだからだもともと攻撃力ゼロだからか、やべ、ティタノサイダーが夢に刺さらねえ、やべ、マジかティラノサイダーがこれは大丈夫だな、これは、攻撃力はゼロにするとかないから、これは受け打てる、はい、で、一旦これで戦闘破壊できるようになったのでもともとの攻撃力ゼロだからティラノサイダーでゼロにできないから対象に取れないっていうことね、遊戯王むずよ、しこれでとりあえずバージェスマモンスターは4体出力することができた、一旦バトルするかな、一旦殴るわ、普通にもう今両方とも効果無効になってるから、こいつらぶん殴って、はい、こいつもぶん殴って、で、ユベルは普通に除去するか、メイン2入る、とりあえずオパビニアパイセン出すでしょ、オパビニアパイセンで、効果発動して、バーディストマディノミスクスを、墓地に送りつつ、バーディストマディノミスクスを持ってくることができる、あ、これ強いね、カナディアでもいいか、これディノミスクスロールバーでコピーすればいいわ、カナディアの効果の方がなんだっけ、あれ使わないんで、カード使わないんで、手札コスト使わないんで、でこのディノミスクスコピーして、相手のユベル爆発させて、で手札してるのは、ハリムシの装備でしょ、はい、ほんでレアンコイリア発動して、せやね、迷い風かなんか戻しよっか、で、バージェストマディノミスクスを墓地から特殊召喚、オッケー、いける、これはいける、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ、超古代生物、超古代生物的結構やられてるぞ、ロルババルチナギガンティックスプライト出す、ヒーローキッズ出してくる、
ヒロキ出してでレベル3、レベル2のモンスター3体で作る、いやこれいけるな、ギガンティックスプライト出すでしょ、でギガンティックスプライトの効果発動、オーバーリミット1個使って、はい、でデッキからレベル2のモンスター特殊召喚で、ヒロキとかめっちゃ出てきて、ヒロキ出てくるでしょいいね、展開の結構すごいよ。ほんで一旦エルフするじゃないですか、オッケー、はい、でエルフ効果でヒロキ蘇生、オッケー、でオパビニア単一だな、オパビニア単一、つまりアノマロカリスは、トラップカード素材にしてもいいんだね。だから、トラップカード素材にしつつオパビニア出して OK 来た、ちょっといレベなんかレベル2に1個余っちゃった。でこれでやべ、ちょっと時間ね、エンドですね、こうして、まあ、これでエンドじゃないで、ロルバで一応ディノミスクスコピーしたりカナディアしたり、アノマロカリス破壊してできるんで、多分なんとかなるとは思う、おそらく。もう最悪ロルバでルンペルトビフェルとまたスペットビフェルって言うわルンペル結構やっぱ強いな、普通に相手のデッキ分かってる人だけどな。これ遠足魔法とかフィールド魔法には結構強くて、アノマロカリスの効果発動します。ドラップカードを素材に持ってるので、相手のナイトメアスローをフリーチェーンで爆破できまして、フィールド魔法とか映像魔法は破壊されると効果適用できないんで、これでは儲けませんでした。で、お相手し、まだ僕はカナディアありますから、よし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 、これはバージスマムできたろ、名推理2枚きたじゃあ連発するわ、とりあえず問題です、たらーん、何、いやうぜー、あこれ一番うざいわ、名推理に対してのうららの方が全然いいわ、ちょっと名推理に対する増殖してるマジうざいわ。ヒロキ出てきてもちょっとモンスター特殊ができないって説あるな。俺のいいです、ロールバック、トラトリ、あトラトリコピーできるな、ドレアンコイリア、あトイレ落ちた、オッケーで、ロールバー、はい、ティタノサイダー、ティタノサイダー、エレメンタルバースト、王の棺、結構落ちるね、割といいですね、結構持ちこやしはだいぶ十分。あイムセティかー、まあ、雑魚カードではあるな、これかなり雑魚カードではある、かなりイムセティは外れ、ちなみにヒーローキッズとホルスモンスターが、3で入ってるから、まあ、まあ 50% なんだけど、ヒロキが当たる確率は。ロルバ効果発動しましょう。でロルバ効果発動して、トラトリをコピーして、んー何セットするかだよね、これね、ルンペルトリフェルも落ちてるからルンペルトリフェルセットできないので、セットするとしたらダルマカルマとか、ディノミスクスとかだか、ダルマかな、さすがにデビコメは持ってたからダルマセッティングして、はい、まあ、これで頑張るしかないか、 OK、まあ、ちょっとメインスイールとか打ちすぎると G 止まれるの偉いですね、このデッキで。エンドですね、まあ、一応墓地リソースで頑張りましょう。ロルバからの、エレメンタルバーストが一応必殺となってますんで、まあ、それを頑張って通していきつつみたいな感じに。ああ粛清か、多分粛清だねこれ。とりあえずね、デビコメ強そうだね、デビコメで墓地除外してきたら結構強そう、オッケー。で最悪対象にとってはいけないっていう話はあるから、サウラビスが飛んでくるからね。で、まあ、とりあえずまず一旦儀式で、これルンペルあったらローガーディアンって言ったら出てこないんだけどローガーディアンって言ったら出てこないんですけどね。いやー、まあちょっと今除外するのちょっとさすがに早いな、まあ、とりあえず一旦、出させましょう。じゃあしょうがない、いいでしょう。あーなるほど、サウラビス、あーまあまあでも言うてあれだな、あのローじゃなくてよかった、コストがちょっと無効にされると困るから、一応粛清なる守護者ローガーディアンっていうか、これ墓地コストあんま強くないんですけど、こうしまして、まあ、一応ねこれ選択肢的にはロルバでルンペルでコピーするっていう方法も一応できるんですけど、一応ね
一応多分ね、エレメンタルバースト通した方が強いと思うんだよね多分もう永続魔法とかめっちゃ活動されるからさ、もう全部パッシュできた方が強いと思うんだよね多分。これはもう全部スルーしないといけなくて、でここで打つしかないのか。でもこれでアドバンテージ稼がれたら困るから、だからトランザクションのオールバック打つで、ここでエレメンタルバーストっていうで、ここチェーンしてデビコメ打ってで、これで効果当たってくれたらでかいな、かなりで。マーレラ蘇生するっしょ、まあ、最悪天狼接国あるから、天狼接国でもどうにかできそう。これマジでコイン当たってくれるとマジでいけ。これ墓地除外できるんで、祈り除外できたらもうローガーディアン一生出てこないからっていう話があって、よしオッケーオッケー来た。これはでかい、あまりにもでかい。あそれはいい。なんかあれだね、回収するやつ、回収するやつ、オッケー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 。いやもうさすがにローガーディアン出ていきましょう。多分ロレバデビコメ決まったぞ、あっちロレバデビコメの最強ムーブ決まった来た。まあそれは回収はまあ最悪いいか。はい、オッケーです、了解しました。あでもやべえ、これあれ発動にチェーン、あしてもうあれだよね、してるよね、もうしてるから大丈夫、セットオッケー。後ろそんないっぱいあんの。ですね、とりあえずローガーディアンを回収して打点になれれば、これってさ攻撃できないとかないよね、天狼接続って。自分はオッケー大丈夫だ、これいけるわ、これだからこれもらうわ打点として打点としてこれもらうわ。で、チェーンしてバージェストマリアンコイルさんの効果発動して、ちょっと持ちから出てくる、これハッカーラとか打てないからね、トラップだから自分の墓地にいる状態だとトラップなんで打てなくて、はい。で、ローガーディアン君パクった。オッケー。で、これで、相手いろいろ多分できなくなるんだよね。ローガーディアンを墓地から蘇生するとかもできないだろうし。まあ、そんなカードないけど、多分。さあ、これどうすっかな、伏せカードにもあるから一応除去しに行くか。伏せカード、なんだろうなぁ。まあ、無限法要とかですかね。多分あるとしたら。俺これ初めて出すかもしんねえな。カンブロラスターとかいうモンスター実は結構強くて、これ伏せカード除去できるんですよね。カンブロラスターさんの効果読みます。伏せカード除去できるって書いてあるんですよね。これ結構強いんですよ。セットされたカードを墓地送って、でなんかデッキからトラップカードセットするっていうのがクソ強い効果を持ってて、あ、いけ、行こう。これ打てないでしょ、もう。今打てないです。大丈夫です、問題ない。でバージェストはオレノイデスの効果を発動して、まあ、一応墓地から蘇ってこれますよという効果。マジでアンブロじゃないです、なんかカンブロラスターの効果初めて使います。セットカードを除去しまして、墓穴ねそう打てないんですよ墓穴ね打てないんですよ、これ強すぎません、これ打てないんですよね。でオレノイデスの効果発動して、1回よりもこっちの方が爆破した方がいいか。 あもういねえのか、バージェストマン。やべ、バージェストマンいると思ってたわ、バージェストマンいると思ったんですけど、すいません。まあでも対戦に行きはないです、これもう。あと打点用意すればいいんでしょ。とりあえずこれ、王の棺発動しますね。で王の棺の効果発動して、もうこれ名水入りいらんくね、名水入り多分いらないわ。はい、さよなら名水入りで。ハーピー落として、クソ適当にハーピー蘇生して、はいこんにちは。打点が低い、バージェストマデッキにホルス入れると打点用意できていいねこれ殴れるよな、殴れるよな、オッケー。だからこれ2000、これ全員でぶん殴ったら勝ちだな、バトルフェイズ。おお、殴れる、オッケー。これホルス結構やっぱ墓地送れるし、カードを打点にもなるし、まあ王の棺で除去効果持ってるからね、結構相性いいね。対戦あれっしゃ。いややっぱね、ちょっと後手がね、どうしてもね、きついよね。メッセージとかぶち込んでいくしかないんだけど、トラップデッキだから、まあ、それはしょうがないのかなと思うんだけど、まあ、まだラビリンスとかの方が、なんか先行からトラップカードをバンバン、なんだっけ、レベル6の、ラビリンスのやつ、手だからぶん投げてなんかトラップセットして打てるみたいなさ、あれとか打って一応いけんだけど、ちょっとさすがにね、そういうカードないんで、バージェストマデッキだと。
先行結構強いんだけど、後手ちょっときついっていう話はありますね。まあ、後手はホルスとか、まあ、メインステージとかで頑張っていくしかないんだけど、まあ、いかんせんちょっとあの手数が出ないっていうのがありまして、はい、普通にきつい。まあ、ただ、意外とそのモンスター効果でなんか展開していくような感じはないので、まあ、ホガードとか、まあ、トラップカード連打していくって感じなんで、意外となんとかなったりもします。はい、ホルス打点高すぎてきちんだよな、マジで全員。ホルスを突破するのがね、あー、熱血指導、ジャイアントレーナーさん。デクレラディバイナー。え、ちょ、知らないデッキだな。なんだ、その展開は。ホルスデッキにデクレラディバイナー。まあ、でも相性はいいか。レベル2中なの。レベル6だと。アークデクレラ。おい、これ何これ。ローガーディア入ってんだけど、これもしかしてあれか、なんかわかんないけど、キメラデッキか。ホルスと、なんか粛清が、ホルス、粛清ホルスデッキ、そんなデッキあるの今。ちょ、粛清ホルスとか聞いたことないけど、マジで。取りやすいヒエラルキア、強えな、それ。取りやすい、あた、コストにしてもいいってこと？取りやすいヒエラルキアが。確かに。頭いいね。デクレラディバイナーで、粛清の祈りでローさんが出てきて、で、ローさんの効果発動。あー、強いね。あ、強いね。なるほどね。ジャイアントレーナーはこれ何してきたの？ユウは何して日本へ。マジで。ユウは何して日本来たのこれ。わからない。ジャイアントレーナー効果発動。まあ、これとりあえず3枚ドローして、行くことができるという最強効果。痛すぎる。で、モンスターが、をドローすると800ダメージっていう効果ですね、一応。さ、イムセティの効果発動する。イムセティの効果が発動して、王の棺とかイムセティの効果まだ使ってなかったんかい。強えな。最強かよ。これ何が、でもこれこっからさ、俺アナコンダとかされたりする。ダウンビート、やばい。なんか俺この間もさ、ダウンビートでさ、なんかやばいことされたんだよね。なんかやばいことされたんだよ、ダウンビートで。なんかさ、ちょ待って、これなんか嫌な予感すんな。嫌な予感してきたわ。やばいかも。嫌な予感してきたな。なに、光の結界はアルカナフォースモンスターがコイントスを行う場合、表として扱うことができる最強のカード、ダウンビートの効果。レベル9の天使族を、あーダメーダメー。おい、ちょっと待ってくれ。なんだこの最強デッキ。僕が考えた最強デッキやめろ。ふざけんだマジで。は、これ何枚コンボだよ、これ何枚コンボだよマジで。ちなみにアルカナフォース21さんのせいでアルカナフォースは一生強化来ないって言われてますからね。全部お前のせいだからな。